はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、先日の通院で、ね、看護師さんとですね、免疫抑制剤の副作用のお話をね、少ししている中でですね、まあ、自分の中でこう少し気になっているのは骨粗鬆症だったんですね。まあ、今はまだ症状は出てないんですけども、この、まあ、骨粗鬆症もね、免疫抑制剤の副作用でね、なりやすいんですよ。まあ、以前にね、この大腿骨頭壊死症の大腿骨のね、付け根が、付け根というか付け根ですね、が壊死するという話をしたんですけども、まあ、骨が脆くなってくると言いますかね、まあ、どんな症状かといえばね、骨折しやすくなる症状です。なので、まあ、骨折しやすかったら骨粗鬆症だと判断される可能性もあります。でも、まあ、骨折した事実を目の当たりにしたらですね、もう骨粗鬆症どころのテンションじゃなくなりますよね。まず痛いしね、骨折したらね。骨折したことあります？皆さん。僕ね、結構何回もあるんですよね、小学校の頃とかね。まあ、痛かったですね、あの時はね。でもギブスも巻かれて、なんかもへこむしね、シュンってなるしね。まあ、そのね、自分は骨粗鬆症かなと思った時にね、検査してもらう方法はですね、骨密度を測ってもらうんです。でそして、まあ、大腿骨頭壊死症なんですけども、症状はまずその股関節が、こう、めっちゃ痛くなるらしいんですよ。でまあ、検査は、まあ、以前にもお話ししました通りですね、MRI をするという方法です。まあ、そのね、骨粗鬆症か、骨粗鬆症の予防策はね、薬を飲む予防策があります。でそしてなんと、こう自分自身が骨粗鬆症かもと思ったら、こうね、薬ね、飲んでもいいよってね、言われました。まあ、その骨密度を測ってから、まあ、飲んでたらいいみたいなんですけども、まあね、飲む量も、まあ、週に1回とかの飲み方でいいみたいで、月1回やったかな、週1回かぐらいの感覚でいいらしいので、まあ、忘れずに飲めばこう予防できるようです。まあ、ただこのね、骨粗鬆症の薬はね、副作用もありましてですね、この、顎の骨、何やったっけ、顎骨壊死ね、顎関節症の顎、顎なんで、そう、顎骨壊死や、その合併症でね、この、高脂血症、血管じゃないわ、血に、高い油の血症、高脂血症ね、の症状がね、こう、過去にね、上がってきております。僕じゃないですけどね、そういう症状がありますよってね、聞いてますんで。まあね、でも骨を治す薬ですよ。この顎の骨が壊死するっていうのもね、怖いですよね。まあ、そして血圧やコレステロールをね、気にしないといけないのにね、高脂血症になるとか、そんな、ね、今から良くなっていく方向の体がなかなか前に進まないのでですね、まあ僕は飲まない方が良さそうな気がしてしまいました。まあ、そんな骨粗鬆症にならないためにもですね、まあ、自分でできる予防策としてですね、このね、骨に少しずつ負荷をかけてあげるのがね、いいみたいですよ。まあ、というのもですね、こうなんか痩せてる人よりも太ってる人、まあ、すなわち同じこう身長でもね、体重が重い人、軽い人やったら重い人の方が骨密度が高いというね、結果がね、出てるんです。だからってこう太れって言ってるわけじゃありませんけどね。まあ、その体に重さを感じるように負荷をかけてあげるんです。まあ、その体に重さを感じるように負荷をかけて、加えてあげる、負荷を変えてあげるか、加えてあげるというのはどういうことかと言いますと、筋肉がついてくることなんですよね。まあ、要は筋肉をつけれるトレーニングをすればいいんです。でもいきなりこうジムでね、重いものを持ち上げたりするわけじゃなくてですね、このベンチプレスをうーってこうやるようなことじゃなくて、こう、まあ、ちょっと速く歩くか、ウォーキングみたいな感じで速く歩いてみたりとか、まあ、するだけでもね、筋肉を使うのでね、少しずつ効果は見られます。
まあ、僕はね、こうチャリ活をしているので、まあ、自転車をこぐとね、太ももの大腿四頭筋っていうね、筋肉があるんですけども、そこの筋肉を使いますし、で、ハンドルをしこ、ね、しっかり握っているので、この手とね、この腕の筋肉をね、しっかり使ってます。まあ、その筋肉痛になるほど求める必要はないみたいなので、皆さんもね、簡単にできることから始めてみてはいかがでしょうか。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。